じゃあ特撮ヒーローの、はい、一応僕が少年だった時の感覚で喋らせていただきます、はい、あ、はいはい、なので、作品をバカにするんじゃない貴様はという思われても要するに子供の時の感覚で、子供の時の身勝手な感覚で喋らせていただきます、はいはい、それを最初に断らせていただきますので、はいはい、やっぱ大人になるとあれですよね、失礼なことを言うんじゃないあるじゃないですかまあね、まあうちのチャンネルの場合大体大丈夫でしょうけどね、まあ大丈夫ですよ。はい、じゃあ写真を、はい、置かせていただきます。あ、スペクトルマンね。スペクトルマンは僕は本放送で見てないんですけど、はいはい、でもソフトビニールが、ビニール人形がなぜか家にありました。あ、そうなんですか。お父ちゃんが買ってきてくれたのか分かんないですけど、で僕が思うスペクトルマン、僕のあれ確かスペクトルマンの人形ってさ、マスクが取り出すじゃないですか。あ、いやー分かんないっす。あ、そうじゃないですか。うちにあったのは違います。クリスマスに枕元に置いてあったんで、おお、まあ、いい思い出なんですけど、そうですね、本放送で見てないんですけど、すごいバッタモンの匂いがするんですよねウルトラマンの後どうしようっていう、ウルトラマンの顔に似せないようにウルトラマンっぽくするぞみたいななんかちょっとカクカクしてますよね。あ、スペクトルっていうぐらいですから、三角錐のイメージなのかななんて思うんですけど、なるほど。でこの辺シワシワですよね。シワシワですね。ごめんなさいね、僕の話って作品の内容よりも感じたことを、うん、いつも自分で楽しんでるんですよ、頭の中で。シワシワなんですけど、きっとウルトラマンよりも動きやすい素材ないかなってことでチャレンジしたと思うんですけど、シワシワすぎますねなんかあんましかっこよくない。そうそう、そうそう、私ね、そうヒーローもの見ててね、はい、思ったのはさ、ウルトラマンもそうなんですけど、はい、これ皮膚なのって思ったんですよ。そういうことですよね。どうなんですか、皮膚なの、スーツなのか皮膚なのかっていう、その問題あるでしょ。どう見てました。で子供騙してほしい、上手に。で子供って意外とそこら辺分かりますよね。分かります、見てますよ。これは皮膚のつもりで作ってんのかなとか、はい、あるいはその上に何か着てるっていうことで作ってんのかなを気にしますよね、はいはい、結構ね、子供がね。ですから、見てるんですよ。見てますよ。で、大人が舐めてかかると、そう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 。大人の方も説明ができないはず。そうそう。だから、舐めてるなっていうのどっかあるんですよね、実は。いや、バレてます。ね。バレてます。そうそう。これは、あまし考えてないですねでもこれもしかしたらスペクトルマンは服を着てる状態なのかもしれない、かもしれません。だするとその胸は何なんだって話なんだけど、ね、この胸が汚すぎますね新しい素材に挑戦したのかもしれないんですけど、多分こんな汚れちゃうんだってスタッフも思ってたと思います。落ちないよこれって割れた後でも使い続けてますよね。汚い。その胸はさ、それ肉なんですかね。まあ腹筋がのようなものが見えるんで肉じゃないですか。肉だとしたらその下の金色は何なんですかね。だからこう考えてないですあのつうかプロテクターなんでしょうね、多分ね、その胸の部分は。この次が先に言っちゃいますけどウルトラマンが出てくるんですけど、 はい、はい、あれはもうゼロからの作品なんで、説明しますけど、説明がつくんです。でこのように、第2弾、第3弾、やっちゃおうぜって言うと、ちょっと説明がつかないんですよ。真似をしてるだけなんで。なるほど、なるほど。ここどうなの？いや、別に意味はないんだけどって。意味がないってことはないでしょ。そうですよね。だって手袋もさ。手袋は何なのって。ね、戦闘員、何か脱げるの手が、肉の色なのって思うじゃないですか。ね、多分スタッフも
いいじゃんかって、そこまで考えてないよっていう話なんですよ。だから多分さ、スタッフ同士で話すときは、はい、子供そんなに見てるわけねえだろうって言ってる。それはもう舐めてるんです、ね、ところがさっき言ったように子供は見てるんですよね。見てます。私はそうだったから、もう皮膚問題に関してはね、本当に悩んでたっていうか、どういうふうに見たらいいのかなって、逆にこっちが忖度してましたからね。そうです、だからこれは皮膚のつもりで作ってるんですか、それともスーツのつもり、スーツっていうかな、その衣服のつもりで作ってるんですか、でこっちはそれ見ますよっていう感じで見てるんですね。だからゼロから作る人はそれをやらなくちゃいけないんです、なるほど。原型がないので、はいはい、説明をが ついてしまうんです。はいはいはい、昆虫だからこうなんだよとか、なるほど、ついてしまうんです。第2弾はそれの真似なので説明できないんです。なるほどね。でっかいヒーローなんだけど何かそれ見えないのって話でそれだけってなるほど、ね、なるんですよ。だ第3弾は真似なので、なるほど、こんな責められても困るんだけどって話なんですよそうですよね。多分ね、想像してないでしょうね、はい、してないです。これ皮膚なのって言われるとは想像して作ってないですよね。そうです、絶対に。でも子供はそういう目で見るから。だからその先輩の好きなルパン三世ファーストも、ゼロからなんで、全部説明がつくはずです。なんでそういうふうに考えたのか。でも第2弾の赤いルパン、第3弾でもいいんですけど、説明できないんです。あ、そうなんですか。ルパンってこういう人なんじゃないのっていうことで、説明ができないんです。真似しているだけなんで。でこれもいいじゃん、かっこよければって話で。そういう感じだよね。ウルトラマンのウルトラマンだよっていう話で。大体似てるだろうみたいな。なんであっちには文句つけないでこっち文句つけんだよぐらいのさ。そうです。感じだと思うんですよね、多分ね。でこれがウルトラマンなんですけど、はい、これは。まあ、ゼロからって僕が偉そうに言うこともできないんですけど、ゼロからなんですよ、はい、ゼロからってことは説明がつかなきゃいけないんじゃなくて、説明がつくんです。説明ゼロから考えてるんで、発想の時に説明から入りますからね。そうです。だから説明が難しいんですけどね、ゼロからなんで説明ができるんです。説明理由があったからこうなったわけで、設定から入るから。で第2弾の男性だ、第2弾第3弾の場合は、先ほど大倉さんが言ったように、はい、ウルトラマンみたいなものをやろうよから入るからね。そうです。例えば、分かりやすいところで帰ってきたウルトラマンは、これをそのままスライドしただけですから、ここに赤い模様があるじゃないですか、はい、これを例えば体に入れるデザインするわけですけど、はい、この前はないんですよ、ウルトラマンの前は。はい、だから赤いラインを入れようとした時にデザインした人がこの辺に空間があるじゃないですか、うん、隙間があるじゃないですか、うん、胸あたりに、うん、これは木製のあの大きな穴っぽこみたいなところをイメージしたんだって言ってるんですよ。宇宙をイメージしてるんだって。だからこの辺に肩のあたりにも穴がありますよね、はいはいはい、木製のこういう大きな穴をイメージしてここに穴があるらしいんですよ、はい、説明ができるんです。ゼロがない、ゼロからなんで、って言った時にこうしようっていう理由があるからこうなってるんですね、うん、だから顔も、まあ、一生懸命考えたと思うんですけど、多分理由があると思います、うん、目も鼻も口もこのここも、どうしてこうなったのか教えてくださいって言ったら説明できると思います。だスペクトラマンの方は説明できないと思います。ウルトラマンっぽくしただけなんだけどって話で。でも私がさっき言った根本的な問題としてさ、皮膚問題はどうなってるんですか、ね、だからこれは絶対皮膚だと思います。皮膚なんですか。ええとすると皮膚についてるその赤い模様は何なんですか。一応そしてこれ決定的なんだけど、はい、カラーテーマは何なんですかこれ。あ、これはそうですね。なんでピコンピコンピコンってなってんですか。そうですね。でもそれ私子供の頃からさ、なんとなく感じてたんだけど、みんな感じないのかな。まあまあ、
ピコンピコンってどっから出てるんだとか、あのううか なんでそんな、要するに生き物ではないのかなっていうね。ああ、これ多分ウルトラマンって何かの象徴かなんかなんですか。象徴なんかの、でもうちは宇宙人ってことだもんね。 M78 星雲から来た宇宙人ってことでしょ、うん、とすると生物的なものですよね。なんかデザインした人が、うん、なんか菩薩かなんか、うん、デザインはね、なんかからヒントを得たとかなんとか言ってるんですけど、でもカラータイマーみたくなんかエネルギーがなくなったら光るってのはさ、明らかに無機物っていうか機械ですよね。まあそこはアメリカのヒーローなんかがのヒントかなんかがあったのかもしれませんけど、なんですかね。いや、わかんないですけど、あのぶっちゃけみんなアメリカの真似なんで、あんまし、あのアメリカでなんかタイマーものありましたっけ。いや、ですからそこから何かヒントを得たんだと思うんですよ。うん、あのアニメも特撮も大体アメリカのあれを真似てるんじゃないかと僕は思ってるんで、とにかくでもこれは最初から作ってるんで説明がつくんです。ですからこの穴ポコは木星をイメージしてるんだって言いますけど、帰ってきたウルトラマンとかは説明できないと思いますよ。ウルトラマンがこうだからあのラインを変えただけなんですけどってまあ帰ってきたウルトラマンは僕は好きじゃないんですけどね。だから第2弾がその真似をしているだけなので安っぽくなるっていう、これは説明ができるので、うん、なるほどね。いやでもね、この話でね、違う方向に流れてるのかもしれないけど、私本当、はい、まざまざと思い起こして、ええ、このヒーローの皮膚問題って俺の中で大きかったって。ああ面白そうですね。大きかったんですよ、はい、例えばウルトラマンの口、はい、これ口でしょどう見ても、ええ、でこっから物を食べてんのかなとかさ、あの最初のウルトラマンのヘルメットって知ってます？あ、知ってます知ってます。くしゃくしゃのシワシワで、口が動くったらしいですよ。はいはいはい。でもなんかやめてこ名残りみたいなだからやっぱり説明できる、うん、ええ、最初なんかワッハッハって言った時に口もパカパカ開いたらしいんですけど、そうそう、下半分がむしろ顎のところ口出してたらしいですからね。ああそうですか、だからそれでもそれはそれでちょっと見てる方がね悩んだと思うんだけど、うん、このウルトラマンのデザインっていつもね、なんかだから私がウルトラマンあんまり熱中できなかったのってそこが大きかったんですよ。この見た目、うん、なんだろうこいつって感じでさ、うん、でもグレーだから宇宙人、当時のあの何ですかグレー宇宙人、あの、うん、やっぱりその辺のデザイン、うん、宇宙人だよみたいな。これは服だったらまだわかんすよ、スーツだとしたら、はい、だからこのスーツ脱いで中には本当のウルトラマンがいるんだったらまあわかるんだけどあでもごめんなさい、さっき肉って言いましたけど、あのスーツの方が強いかもしれませんね。スーツなのかな、セブンのここにあのソーラーパネルがあったりですね。あ、ソーラーパネルありますよね。あれだからやっぱスーツ、スーツなのかな。でも多分作ってる方が皮膚のつもりで作ってるんですよね多分ね。そうですね、おそらく。だからそう考えるとだから悩むんですよ、子供としては。これは皮膚のつもりで作ってんのか、それとも衣服のつもりで作ってんのかっていうので、はい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 、結構ね悩んだんです。いかに子供を舐めちゃいけないってことですよねちゃんと見てるんで、うん、とはいえどうせ子供だろうって思っちゃうのは仕方ないと思うんですけどでも見てるよって、そうですね、結構私みんなも悩んでる、見てる見てるって思いますよ、うん、ウルトラマンの音楽とかかっこいいじゃないですか、はい、だから俺たち馬鹿にされてないんだって思いますけどね、かっこいいって。大人たちはなんか面白そうなドラマ見てるけど、俺たちはこうにはウルトラマンがあるんだぜっていう、その子供のことを馬鹿にしないでほしいです、バレますから、うん、これさ順番が逆だったらね、つまり早い方の主題歌が先に作られたんだったらば、わざわざ言葉を足してまであのゆっくりした主題歌作んないでしょ、ね、だから間違いないんですよ。